尖閣諸島に中国船40日連続に海上保安庁によりますと本日も尖閣諸島の領海の外側にある接続水域において中国船2隻が航行していることが確認されましたこちら尖閣諸島周辺での中国船の出没は40日連続となってしまいましたこういった 中国船の尖閣諸島での動き、明らかに無害通行と見なすことができませんので、こういった中国船を排除する法整備を至急行う必要がございます。中国は南シナ海と同じようにですね、尖閣諸島を奪おうとしているのは明らかでございますので、 日本政府には法改正を行い、最低限、日本の領海に侵入し、領有権を主張する船については、無害通行ではないと認定し、実力で排除できる体制を速やかに整えていただくように、お願いいたします。以上になります。ご静聴いただき ありがとうございました。